違う違う。なんかあの資料を見ると茨城出身の。そうです、あの井上貴子選手っていうのが、あの取手の選手、ね、あとあの、まあ、往年のダンプ松本さんとかもいますし、まあ、若いパワーもたくさんありますので、ね、あの今回はひょっとしたら自分たちが元気をもらうんじゃないかなというぐらい、うんうんうん、負けないようにですね、うん、ちょっとやりたいなと。この選手があの取手の出身、はい、あとあの若い子でまだ入って、まあ、そんなキャリアないですけど、古賀の一人、名前つくしちゃんって言うんですけど、つくしちゃんがまた、かわいいな、はい、つくしちゃんが。ちなみにあの年明けの興行っていうのはいつ、はい、まあ、仕事始めっていうかはいつからなんですか。これが一番最初です。あ、これが一番最初ですか。これがプロレスでは一番最初です。あ、そうなんですか、はい、やっぱり首都圏でやると、うん、確かにお客様には交通の便がどったらこったらでこうね、うん、いいって言われるんですけど、でもやっぱりそこのところを狙いたくないっていうのもあるので、うんうん、やっぱり一番最初は、うん、その前あんこ祭りもそうでしたけど、すごい元気のある町だったので、自分たちもパワーいただきたいですし、逆にあの私じゃなくていただきたいですね、うんうん、もう縁起がいいので、うん、ぜひ頑張りたいと思いますので、1月18日はお昼からですので、夕ご飯までには終わりますので、ぜひですねお足を運んでいただければありがたいと思います。現役でプロレスをやられていると、はい、そのまあ、常日頃というか、まあ、当たり前ですけど。